カナダのバンクーバーにいます。バンクーバーの UBC という、まあ、由緒正しい100年以上の歴史があるね、伝統的な大学があるんですけど、その UBC の中に入ってます。やっぱり海外の大学っていうのは、ね、本当にキャンパスが広いんだなって実感させられましたけど、その中で今ね、ニトベ稲造5000冊のニトベ稲造、皆さん知ってるけど、それがどういう人かって知らない人結構いらっしゃると思うんですけどね、国連の、事務局の次長かな、それをやれた方でね、もともとは盛岡藩士の家、武士の家系に生まれたニトベ稲造です。そこからまあ海外、まあ、いろいろと行って留学とかもしてですね、で、国連に勤めてたわけですけど、妻がアメリカ人です。アメリカ人で、最後にね、ここのカナダでバンフで会議が行われたわけですけど、その会議が行われて、そこのあたり、まあ、調子悪くなってしまってね、そこの後ビクトリア、バンクーバーからちょっと離れたところビクトリアで、亡くなったわけで、客死したわけです。で、そのニトベ稲造ということで、武士道という、まあ、著書ありますよね。それを英語で出して世界に武士道とは何たるものかって発信したわけですけど、その中で、ニトベ稲造とは結構人気があったわけです。まあそれなら国連のね、任命されたわけですけど、で、これが、まあ、こういった感じで日本庭園があって、今ね、この日本庭園がいるわけですけど、和室があります。茶室ね。なんでこの UBC の中に記念の庭園があるわけです。まあこんな感じです。素晴らしいですね。こんな感じで日本庭園があるっていうのはなかなか素晴らしい感じがします。で、多くの外国人、こちらカナダに住まれている方も来てね、ビューティフルと言ってますからね、すごく綺麗と言ってます。感動します。世界各地いろんなとこ回ってきてね、日本庭園と訪れてるけど本当に人気があるんだなと思います。まあ、日本人の自分だってやっぱりこの日本庭園にいるとすごく落ち着くなって感じがするんですけどね、なかなかいいです。今このように長い女の子2人が来ましたね。お母さんか、はい、人気ですよ。7ドルかかるんですけどね、日本で言ったら630円ぐらい、まあすごく人気です。だからここに来てしばらくちょっとゆっくりして過ごす青春ですよ。I can buy apples if you get them. They're so nice. You like them.